口に言う早口ございます。今回の話ですね、僕寝る前とかに結構 YouTube でポケモンカードのね、開封動画をね、見るんですよ。で、この前発売したマテンパーフェクトと、ソークストリームのね、開封動画をね、まあ見てて関連動画に流れてきたんですけれども、まあ僕が見たのはね、マテンパーフェクトのやつなんですけれども、SR3 枚箱がね、存在するらしいんですよ。もうその動画見た瞬間に、速攻 Amazon でマテンパーフェクト2ボックス注文いたしました。それがこちら。はい、こちらですよ、こちら。ジュラルドン VMAX がね、描かれてるこちらのマテンパーフェクト、今回2ボックスね、用意いたしました。アマゾンでね、1ボックス、今、6000円ちょいぐらいかな。まあ、ソークストリームよりは、まあ、全然安いっていう感じ。ソークストリームはね、もうマジで手に入んなかったっす。いや、マジで、ソークストリームのボックスもめっちゃ欲しかったなぁ。あれ、ほんまに未だに買えてないんすよ。マテンパーフェクトでも SR3 枚箱出たらこれすごいからなぁ。まあ、確率はね、低いと思うんですけれども、まあ僕、マテンパーフェクトとのね、相性が非常にいいんですよ。この前もね、バラで買って、ジュラルドン VMAX、このボックスで一番いいやつをね、地引きしてるんで、SR3 枚箱、どっちかにね、ありそうな気がするんで、確率に引いてやりたいと思います。で、今回の目標なんですけれども、ジュラルドン V のスペシャルアートがめちゃくちゃ可愛いんで、それがね欲しいかなっていう感じプラス、まあ、あとキバナがサポート系では欲しいかなっていう感じなんで、その2枚がね今回の目標っすね。非常に楽しみなんでね、もうこのボックス買う自体も初めてなんで、もうねワクワクが止まらないんで、早速今からねアングル切り替えてこちらのマテンパーフェクト60パック開封していきたいと思います。でーか、はい、アングル切り替えました。じゃあ早速ね、開封していきたいと思います。まあ、いつものようにね、ちょっとサムネ撮影のためにボックスからはね、開封してるんですけれども、一応ね、この線引きラインっていう感じでもう僕もね、学んだんで、こっちとこっちでボックスがね、分かれてるっていう感じですね。で、今回は合計60パックあるんでね、5パックずつ開封していこうかなって思います。じゃあ早速開封していきますか。マジで頼むぞー。スクールガールからの、おー、いきなり V 来た。スイクン V。ほんまにいきなり SR だけはやめてほしい。あ、モノマネ娘もいいな。あ、このディアルガンめっちゃかっこええな。お、ガラルフリーザ。うわー、キバナええな。マジで当たってほしい。まあ最初はこんなもんすね。プクリンからのルガルガン V。 お、ダストダス VMAX。 おー、初のトリプルレアっすね。ありがとうございます。マジでこれほんまに SR3 枚箱ってあったらやばいよな。興奮しっぱなしやろな。うわ、取れたか分かってるね。まだ SR は来ません。ガラル、ニャイキング、モノズからの、まあ、一番怖いんは SR0 枚箱。お、ダストダス V。 いや、安心できひんのよな。入ってない可能性もあるから。リアルが、お、ルガルガン V、 これ2枚目っすね。で、ラストはハリケヤマ。グレッグルからの、もうそろそろ来てほしいで、1枚。ガラルサンダー。逆にゼロ枚箱の可能性も出てきたから怖い。ゴルーグ V。え？マジでこれゼロ枚箱の可能性あるな。キュレムで、ラストはフルフェイスガード。ゾウドウからの、え、マジ？これ全然、ゼロ枚箱の可能性出てきたぞ。うわ、アブソロええな。うわ、マジで？やばい、ちょっと。ヒアップからの、これでちょうど30パックかな。うわ、これマジでゼロ枚箱の可能性出てきた。やば。大爆死やんけ。ちょっとこれやばいかもしれんな。もしかしたらワンチャン混ざってる可能性もあるけど、ちょっと30パックかけて SR 以上は0枚っすね。バイユールからの、あー、なんか来てるね。この後ろかな。ゾウドウからの、せーの、プトン。うーダストダス V の SR。 いや、これ1枚だけやったら結構しんどいな。ぶっちゃけトリプルレアも1枚しか出てないからな。ちょっとやばい可能性も出てきたね。とりあえず SR0 枚っていうのはね、なくなったんですけれども、ちょっとこれはだるいな。ダストダス V の SR、 まあまあまあ出ただけマシやな。とりあえずありがとうございます。あと1枚は絶対出てな。で、残りは、マジでトリプルレアが出えへんのよ。
はいはいはいと。ギアップからの、うわ来てるわ、クスネの後ろ、せーの、ドン、うわっしゃー、これは嬉しすぎるわ。オッケー、目標にしてたやつ来た。うわー、これはかっこよすぎる。ありがとうございます、最高やわ。で、ツインエネルギーで、あー、ルガルガン VMAX。うわ、あ、こっからトリプルレアラッシュやな。お、ルガルガン VMAX2 枚目。うわ、めっちゃ来るようになったな。オンバーン V で、アブソル。やる気者からの、あと1枚出たら SR3 枚箱確定やからな。ゴルーグ V。 お、ジュラルドン V。 お、キュレームで、ラストはキバナ。シンボラーからの、あと1枚 SR 来てくれ。お、ジュラルドン V。 お、ダストダス VMAX。 はいはい。クレッフィーからの、ルンパッパ。お、ガラルフリーザー。うわー、こうへんな。ラスト5パック。プリンからの、ガラルファイヤー。ジュラルドン VMAX。 おー、ラストにジュラルドン VMAX 来たの結構大きいな。うわー、これは普通に一箱に SR1 枚ずつっていう感じだったかな。ラストはドクロック。いいよ。はい、ということで、今回の主な大当たりなんですけれども、目標の火花が来てくれてよかったっすね。まあちょっとダストダス V は、ちょっと、外れなんですけれども、マジで火花がよかった。もうマジで嬉しい。やっぱりちょっとマテンパーフェクトとの相性がね、完璧っすね。ありがとうございます。いいよ。いやー、よかった、ほんまに。最初、SR0 枚箱引いたかなって思ったんですけれども。まあまあまあ、なんとか1枚ずつっていう感じで。しかも、キバナも来たんでね、マジで結果オーライっていう感じで、最高でした。やっぱパックの相性ってほんまにあるんやなって、すごい思ったな。ちょっとマジで、送空ストリームは手に入れ次第、速攻でね、動画出そうかなって思うんで、マジでちょっと、レックーザ VMAX のスペシャルアートを自引きしたいっていうのがもうすごいあるから、それにチャレンジする動画もね、撮るので、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。その前にね、マテンパーフェクトのね、購入リンク貼っておくので、ぜひ皆さん Amazon とかでね、買ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル高評価よろしくお願いします。それでは、せーの、また見てる方法。